おはようございます。本日5月9日の5時50分、朝の相場解説になります。これがドル円のね、1日足なんですけども、まあ今日は土曜日なんで土日とまた休みになりますが、ちょっとね反省をしていきましょう。まあこういうふうにね、アリゲーターラインがバーッと広がっているところなんで、トレンドは下の方に向かうのはまあお分かりだと思うんですよ。でも下の方に向かいながらでもギザギザしながら向かいますからね。ですからここで入って、ここでロスカットみたいなことにならないようにしていきましょうね。ここで入っても、結果的にこの辺で、利確がね、こうぐーっとできればいいわけなんですよね。ただやっぱり、この、なんていうんですかね、上昇してる途中で入るのは本当に良くないんで、下降が始まったのを確認して、それから入っていきましょうね。これを気をつければ、負けがすごく少なくなると思います。4時間の方を見てみます。さあ、4時間の方なんですけども、昨日はね、こういうふうにぐーっと下がって、一旦上に上がったんだけども、もう一回下がり始めるんじゃないかな、N を書いていくんじゃないかな。私は根っこで入りました。上級者なんで根っこで入りましたと申し上げました。で、中級者の方はこの辺で入ってロスカットを食らってると思いますし、初級者の方は入りもしてないんで損はないと思います。ということわかりますかね。で、その後どうなったかと言いますと、ぐーっと上がってですね、上がって、この抵抗で、カットされるかと思ったんですけども、ここを突き破っちゃいましたね。ということで W は右辺が強いっていうのを思い出した方がいるんじゃないかなと思います。まさに W、ね、右辺の方が大きくなってきました。このまま W が右辺が強いを続けると、ここがね、突出して本当に大きくなっちゃうんですけども、全体の流れは下の方に向かっているというところはまだ変わってませんので、しばらくエントリーは控えながらね、これが、ここに当たり出したら、107円の160まで当たり出したら、ここで今度は私根っこで、セルに入ろうかと思います。この反転狙いっていうのはすごく危険なんで、上級者向けですよ。上級者向けなんで、根っこで入るってこと、ここも上級者向け、ここも上級者向け。ということなんで、私が入るときっていうのは、まあ、自分がね、上級者でありますよってことを言うわけではないんですけども、実際に私はリスクを負いながら、資金もありますしね、しっかりと時間もありますから、根っこから入るようにはしています。いわゆるね、私は上級者を目指して上級者で入るところで、ね、狙ってるってことですよね。本来はまだね、中級者なのかもしれないですね。はい。それではね、1時間見てみましょう。1時間を見てみると、W が右辺が強いの構図が、こういうふうに見て取れると思います。で、あらかじめ引いた線が、こういうふうにあります。私ね。赤いサポートの線。まあ、ですので、ここを超えた段階で、私の場合でしたら、今度はね、買いで入ってるはずなんですけども、当然ですけども、寝てましたんで、深夜ですからね、入ってません。私がこれ見てたら、どうするかってことですよね。でまあ、あとここが次のポイントになりますんで、ここまでは買いを取るかなと、売りの中の買いですよね。セカンダリートレンドってやつを取ってると思います。まあそんなとこですかね。はい。ではね、1週間の振り返ると、もしこの場に私がいたらってことを話して今日は終わるんですけども、来たる5月11日 FX の質問会というかね、まあ会議ですよね。会議というか交流会か。なんだろうな。わかんないですね。私別に指導するわけじゃないですから。FX 最近どんなですかみたいな雑談です。お申し込みの方がまだね、1名ないし2名なんで、少人数でできますけども、5名までだったら、やっていきたいと思いますんで、あとね、お一人かお二人、どうですかね、参加される方、FX でなんか語りたい方、5月11日の22時から30分ほどやろうと思いますんで、よろしかったらお越しください。メールアドレスが下にありますんでね、メールで、よろしいですかみたいな感じでメッセージいただけますと、11日の FX 交流会ね、参加いただきます。よろしくお願いします。